マセラティは同社の2社種目の SUV となるグレカーレを発表。日本価格やデリバリー時期も明らかになりました。デバンテより一回り小さいグレカーレ。2021年3月22日、現地時間マセラティは新型 SUV マセラティグレカーレを発表した。マセラティはグレカーレについてエレガンス、パフォーマンス、 汎用性。革新性の4つバランスを取りながら、性能、快適性、安全性を同時に保証します。とコメントする。生産はカッシーノ工場で行われる。グレカーレ GT のボディサイズは、全長 4846mm、ホイールベース 2901mm、全高 1670mm、全幅 二千百六十三ミリメートル、ミラー含む。参考までに、マセラティ。レバンテのボディサイズは、全長五千五千二十ミリメートル。ホイールベース三千五ミリメートル。全高千六百八十千七百ミリメートル。全幅千九百八十五ミリメートルとなる。日本仕様。リアホイールトレッドは千九百四十八ミリメートル。 トロフェオではさらに大きいとなる。フロントは低い位置に設置されたグリルが特徴。リアはジュージアーロ 3200GT から着想を得たブーメラン型のテールライト収まる。EV、ハイブリッドもラインナップ。マセラティグレカーレのパワートレインは従来の内燃機関ハイブリッド。 そして1年後にはマセラティ史上初の100%電動化 SUV も加わる。発表時には、まず3つのバージョンを展開する。300PS の4気筒マイルドハイブリッドエンジンを搭載した GT。330PS の4気筒マイルドハイブリッドエンジンを搭載したモデナ。MC20 に搭載されたマセラティ独自の熱風のエンジンを。 レースにした 530PS の高性能 3.0L ガソリン V6 を搭載したパワフルなトロフェオだ。400V の100%電気自動車はフォルゴーレを名乗る。トロフェオの0時速 100km 加速は3.8秒欧州仕様。最高速度は時速 285km 欧州仕様となる。 インテリアにはマセラティ電伝統の時計も。キャビン内ではマセラティ電伝統の時計盤が目を引く。デジタル化されており、音声コントロールにより、車載コンシェルジュにも変身します。という。マセラティ史上最大の12.3インチセンタースクリーン。その他のコントロール用の8.8インチディスプレイのほか、リアシート専用の3番目のディスプレイも備わる。 マセラティ・インテリジェント・アシスタント MIA マルチメディアシステム。最新鋭のインフォテインメント、マセラティ・コネクトで管理される。ソナス・ファベールの音響システムは、プレミアムレベルでは標準で14スピーカー。ハイプレミアムレベルでは必要に応じて21スピーカーが搭載される。100%マセラティの新システム。 ビークルダイナミックコントロールモジュール VDCM と呼ばれるドライビングモードシステムはマセラティが100%開発している。コンフォート、GT、スポーツコルサ、トロフェオのみオフロードの各ドライブモードに切り替えられるという。グレカーレの日本価格デリバリー時期。日本での価格は800万円台後半税込みを予定しているという。 6月上旬頃よりマセララティィ正規ディーーーーでオーダー受付を開始し日本でのデリバリー開始は2023年上旬を予定しているワールドプレミアイベントには世界的に有名なイタリア人俳優でブランドアンバサダーであるマチルダ・デアンジェリスとアレッサン・ドロボルギが登場またイタリアのアーティストダルダストが出席し デジタルイベントの一部に独占解説副音声を提供した。モデナのマセラティイノベーションラボのエンジニアは、ダルダストと直接議論しながら、車載サウンドをデザインしている。具体的にはテクノロジーとサウンドデザインの融合を図り、グレカーレでの特別なドライビング体験の一部として、ユーザーが受け取るチャイム警告音、などだ。